についてご案内します。この遊ぼうよというのは熊本弁で遊ぼうよという意味で、約20年前に走行していた蒸気機関車 SL 遊ぼうよの名前を取って名付けられました。車内には可愛らしいキャラクターのクロちゃんが至る所に描かれ、木のボールがたくさん入ったプールや絵本コーナーなど、お子様が主人公になれる遊園地のような列車です。3号車は床全体が少し高く作られており、常に窓側がお子様の席になる世界初の親子シートがあります。どうぞ皆様、今日はこの遊ぼうよで一味違う列車の旅をお楽しみください。遊ぼうよのご案内でした。
左側1番乗り場につきます。エアクドアとお足元にご注意ください。